アンジェンテ、僕だけのアルファ。この世には男女の他にアルファ、ベータ、オメガの3種類の性別がある。ざっくり言えばアルファはエリート、ベータは凡人、オメガは弱者。オメガが弱者と言われているのはアルファやベータにはない発情期があるからだ。発情期のオメガはフェロモンを発し、アルファを引きつけ発情させる。その体質ゆえに社会を仕切るエリートのアルファから煙たがられているのだ。くそ、ぼさっと歩いてんじゃねえよ。歩きながら勉強とか、そこまでして学年1位取りたいのかよ。ベータのくせに見苦しいんだよ。学年1位の人、1組じゃないってことはベータかオメガ？え、やば。ジョイ、こいつがアルファクラスなのにすげえな。別にアルファを見返したいとかではない。オメガの僕にとって勉強は保険みたいなものなのだ。ねえ、やっぱ付き合ってんだよあの二人。いつも一緒にいるし。まあ納得だよね。国峰くんアルファだし、佐伯くんはオメガでしょ。体調崩すこと多いしさ。遊びでいいから私も国峰くんと付き合いたい。あの無理だって。ベータのあんたじゃ見向きもされないよ。そこ通してほしいんだけど。はい、どうぞ。学年トップ秀才ベータくん。オメガなんだけど。そこ間違ってる。え、どこ？はあ、なんでうちのクラスだけ課題多いのかな。マヒロ、俺よりバカだもんね。スポーツなら得意なんだけどな。脳筋うっせ。あ、スズヤ、おはよう。おはよう。おはよう。佐伯もオメガ、同じはずなのに全く違う。アルファに見染められる魅力があれば優遇される。要するに魅力がない僕は弱者以外にはなれないのだ。本当にお似合いだな。運命のつがいってこんな感じなんだろう。放課後どっか行かね。バセンとかボーリングとかさ。疲れるから嫌だ。僕には一生縁がない。私たちは手を取り合って息を詰め、黙ってその蛇を見守った。石の上に。すみません。大丈夫か佐伯。鈴谷、悪いが佐伯を保健室に連れて行ってくれるか。あ、はい。毎回ごめん。いや全然いいよ。触れている部分が熱い。突発的に発情期に入ってしまったのだろう。佐伯は発情期が安定しなくて大変だよな。もう着くよ。本当、何から何まで僕と違う。薬は持ってる？ポケットの中に入ってます。あの、じゃあ
僕これで。あれ、スズヤどうしたの。あ、俺すりむいちゃってさ。ちょっと待って。うん、あの国峰くんが来たみたいなんですけど、なんかすりむいたって。ああ、ここに入られるとまずいな。悪いんだけど、鈴也くん、手当てお願いしてもいい？ええ、めんどくさいことになった。っていうか、生徒にやらせていいのか。そもそもすりむいたくらいで来るなよ。舐めときゃ治るだろう。何でもできるアルファ様だし。はぁ、あ、なんで僕が。あ、適当でいいよ。あ、え、大したことなくても保健室行けって言われるんだよ。アルファは親がうるさいとか、そんなんで。そうなんだ。もしかして保健室にいるのって佐伯結人？やっぱり気になるのか。付き合ってるなら当然か。大切にされてるんだな。うん、そうだけど。あのさ、結人から聞いたんだけど、いつも鈴谷が運んでくれてるんだろ。いや、僕は。俺まで手当てしてもらって。鈴谷、ありがとう。いや、僕もオメガだし、辛いのはわかるっていうか。やばい、何暴露してんだ僕。あの、ん、発情期個人差あるから、同じ辛さとは限らないというか。僕なんか全然オメガなのにアルファを引きつけたことないし。え、一応発情期はあるんだけど、抑制剤でなんとかなるし、ベータと間違われたりするし。佐伯は本当大変だと思う。今まで一度もアルファを引きつけたことないのか。うん、そうか。そりゃ引くよな、急にこんな話。オメガなのに変わってる。まあ迷惑かけることはないから。じゃあ僕教室戻るよ。な、またな。バカだ、自分からさらけ出しといて。落ち込むなんてどうしようもない。スズヤ、昨日はありがとう。何あれ、感じ悪ぅ。聞こえるよ。自分が一番わかってる。ひねくれた性格も欠けた体質も、一人なのは仕方のないことなんだ。帰ろう。発情期だ。フェロモン出ない体質だから大丈夫だとは思うけど。薬ない、忘れたのか。
とりあえずどこか休める場所へ行かなきゃ。この体質で良かったことは他人に迷惑がかからないことだ。誰かを頼るとか僕には無理だし、被害を受けることもない。本当よかった。いった、すみません。よかったって思わなきゃ。オメガなのにフェロモン出なくて辛いって、そんなわがまま言えるわけがない。アルファを引きつけることができない僕は一生一人で生きるしかないんだ。遠いわ保健室。歩いてたら落ち着いてきたけどしんどいな。どうやって帰ろう。ずっとトイレはさすがに嫌だな。よし帰ろう。国峰、何？大丈夫か？国峰。すずや、ごめん、ちゃんと謝りたかったんだけど、もう無理。国峰、ごめん、すぐ終わらせるから。頭が重くて全身が熱い。体が言うこと聞かない。ごめん。あ、かおり、とりあえず行こう。本当ごめん、こんなつもりじゃ。ごめん、すずや、俺と付き合って。分かったから、一旦離れてくれないと。え、マジで？やった。体大丈夫？発症しちゃったな。ちゃんと家まで送るから。もう返していい。この時僕は気づかなかったのだが、僕の体は大丈夫ではなかったのだ。僕だけのアルファ。ダメだ、集中できん。勉強でもして気を紛らわせようと思ったのに、なんで国峰とあんなこと。ダメだ、集中。おはよう。おはよう。何か言おう。言おうっていうか、体大丈夫？それをお前が聞くのか。うん、心配ないよ。そうだ、すずやって学年1位だよな。授業で分かんないとこあってさ、教えてほしいんだけど。なんで勉強はできても教えるのは得意じゃないよ。僕より佐伯の方がいいんじゃないかな。いつも教えてもらってるみたいだし。ユイとは今
休みだよ。ああ、発情期だから休んだのか。それと昨日のことだけど、そう、その話外でしない？あの、付き合うって冗談だよね。だって国峰、佐伯と付き合ってるんだし、昨日のは事故だし、お互い水に流…ユイトとは付き合ってないよ。告白も冗談なんかじゃないし。え？実は…あ、やれ、もう戻らないと。またぶつかってきやがって。そのメガネは何のためにかけてんだよ。この人確かベータの凡人のくせにお前が学年1位なんか取るから、アルファのくせに万年2位だの手抜いてるだの、なんで俺がイチャモンつけられなきゃなんねんだよ。思い出した、いつも順位表の下に並んでる高坂めぐるだ。お前アルファを見下してやろうとか思ってんじゃねえだろうな。めめんどくさいのに絡まれたな。これ以上恨みを買わないように持ち上げるか。そんな見下すとかじゃなくて勉強しかないんだよ、凡人だから。ほらアルファって勉強以外にも才能ある人多いし。なんでお前え、あ、やめやめろ。それ以上スズヤに近づくな。くそ。あ、ありがとう。やっぱり大丈夫じゃなかったのか。え、発情期なんだろう今。さっきからずっとすごい匂いしてる。何言ってんの。抑制剤は飲んだ。朝はそんなに匂いしなかったけど。飲んでるし匂いなんかするわけないよ。前にも言ったけど、オメガだけどフェロモン出ない体質だから。そんなわけないだろ、こうやってアルファに襲われてるんだから。保健室行こう。発情期中は学校休んだ方がいいかもな。わけがわかんないよ。おお。つまりどういうことですか。体質が変化したのでしょう。鈴谷さんは極端にフェロモンが出ない体質でしたが、検査結果を見たところ今はそうではありません。はあ。こうなった原因について何か心当たりはありますか。例えば
気になるアルファができたとか。わかりません。そうですか。相性のいいアルファと接触すると、そのアルファを引きつけておくために通常より多くフェロモンが出た例もあるんですよ。へえ。それと抑制剤ですが、今の体質に合ったものを処方しておきますね。はい。体質変わったからか知らないけど、いつもよりだるい。特に病院から帰ってきて 2,3 日は地獄だったな。抑制剤変えてもらってよかった。一人で生きていくため勉強してたのに。まあ今さらアルファに頼るなんてできないけど、オメガが自衛するのはわかるけど、少しはアルファにも責任があってもいいと。スズヤ、俺と付き合って。付き合うってまさか。クニミネは僕を襲ったから責任を感じて。はい。ごめん、急に押しかけて。その、心配で。ああ、大丈夫だよ。病院も行ったし、薬も飲んであるから。そっか、よかった。これ差し入れ。上がってく。どうしよう。で、適当に座って。流れであげちゃったけど、クニミネアルファだし、また事故る可能性だってないわけじゃないよな。スズヤ、大丈夫か。さっきからずっと考え込んでるみたいだけど。大丈夫大丈夫。ああそうだ、クニミネ、この間授業で分かんないところあるって言ってたよね。僕なんかでいいなら教えようか。本当に？ここは公式を当てはめて。なるほど。距離近くないか。教えてる僕じゃなくてノートを見ろよ。じー、ちょっと休憩しよう。僕、飲み物入れてくるよ。俺がやるよ。スズヤ、発情期なんだし、無理させるわけにはいかないから。いや。スズヤのことを考えるとテンパっちゃって、もっと大切にしたいのに。見舞いに来たはずなのに、なんか俺の方がお世話になっちゃったな。そんなことないよ。また明日も来るから。多分クニミネの言った付き合うって意味は恋人になることであって、
でもそれは僕を襲った罪悪感から責任を取るための形だけの付き合いなわけで、僕が辞めさせたら終わる関係なんだ。早く終わらせよう。翌日。体大丈夫？無理してない？心配なんだよ、鈴谷のこと。大丈夫だよ、言わなきゃ。翌々日。頭もいいし優しいし、ほんとすごいと思う。あと可愛いし。か、かわ、やめようって。よくよく翌日。俺にも頼って甘えてくれていいから。あはは、言わないと。よくよくよく翌日。なんで言えないんだ。っていうか、日に日に優しくなってんのはなんでなんだ。飽きずに毎日来るし。正直、国峰に優しくされるのは嫌じゃない。だからってこの関係を続けていい理由にはならない。今日はちゃんと言おう。毎日押しかけてごめんね。体大丈夫？うん、発情期もう終わるから平気だよ。明日から学校も通えるし。ちょっと話したいことはあるんだけど、いい？ん？あのさ、この間のことは発情期なのに抑制さえ忘れた僕も悪かったし、国見れだけの責任じゃないと思うんだよ。だからもうやめた方がいいと思う。付き合うとか。発情期終わるし、もう心配する必要はないよ。だいたい好きでもないのに付き合うっておかしくない？ごめん、もっと早く言えばよかったんだけど。違う。そんなつもりで言ったんじゃない。え？俺はただ単純に鈴谷のことが好きだったから、ずっと好きだったから付き合いたかったんだよ。ごめん、帰る。え？ずっと好きって、国峰が僕を？僕だけのアルファ。とりあえず勘違いしてたことを謝って、それから、おっ、あの、国峰。何？勘違いしてたこと謝ろうと思って。まさか僕のこと好きなんだとは思わなくて。その、本当にごめん。あれ、なんで無反応？なんか言わなきゃ。あのさ、僕のどこが好きなの？鈴谷、それをしてどうするんだ。興味本位で聞かないでくれ。考えなしに謝るんじゃなかった。自業自得だ。知ってどうしたいかなんてわからないけど、国峰に好きって言われて嫌じゃなかったし、むしろ
このまま国峰に嫌われていく方が辛いし、どうすればいいんだよ。おい、中間の順位表見たか。学年1位取れなくて残念だった。なあ、え？あ、そうか、俺に負けたことがそんなに悔しかったのか。違う。お前には悪いけど、これからも俺が1位をキープするつもりだから。まあ今まで1位取ってたことは誇ってもいいと思うぜ。なんで泣いてる場合じゃないのに、涙止まんないし。まあ泣くほど悔しいみたいだし、今回のテストでわからなかったところ教えてやってもいいけど。はあ、放課後図書室。いいか、絶対来いよ。来なかったら、ちょ、ま、見つけ出して捕まえるからな。返事は？ま、わかりました。なんでこんなことになったんだろう。前に襲ってきた人だし、もっと警戒しなきゃいけないのに。でもすっぽかしたら何されるか分かんないし。来たな。古典の先生は授業中に配るプリントから選択問題を作ることが多い。小テストからはあんまり出ない。今回のテストも。はあ、本当に勉強するんだ。おい、ちゃんと聞いてんのか。え、ああ、いや、意外だなと。何が？アルファの人って地頭がいいから、ここまで分析して対策してるとは思わなかったし、授業適当に聞いてるだけでいい点取れるんだと思ってた。はあ？勉強せずにいい点取れるわけねえだろ。ちょ、もう少し静かに。お前、アルファを魔法使いかなんかと勘違いしてんじゃねえの？ごめんなさい。あと、アルファでも運動や芸術が苦手なやつもいるし、これといった才能がないから学力に全てをかけるやつもいるんだぞ。俺は違うが。そうなんだ。まあ実際勉強しなくてもそこそこの点数は取れると思うけどな。アルファは普通に過ごしててつまずくことなんかないし。アルファ以外がトップなんて屈辱的なことが起きない限りな。あれ、じゃあなんで香坂君は勉強を教えてくれるの？今回順位が下がったのは発情期で休んだせいで、見込み点だったからで、もし普通に受けてたら。別に勉強だけのために呼んだんじゃねえよ。発情期で休んだって言ってたけど、お前やっぱりオメガなんだな。またバラしちゃった。この前襲っただろ。だからその、待って、あれは僕が悪いから。別に謝るわけじゃねえよ。ちゃんと自衛しろって忠告してんだよ。俺だってものすごく焦ったんだぞ。いや、マジ気をつけろよな。
なんだよ。思ったよりいい人だなと思って。はあ？お前俺のことなんだと思ってるんだよ。だっていつも怒ってるから。怒ってねえよ。大体お前が。今も怒ってるじゃん。なんでまたこいつといるんだよ。はあ？何？国見ね。何？俺にはスズヤしかいないのに。は？大体なんであいつと一緒にいるんだよ。朝は俺に会いに来たじゃん。ちょっとすれたら意識してくれるんじゃないかと思ったのに。国見ね。俺にはスズヤしかいないってどういう意味？それはうるさいんだけど。あ、中まで聞こえてたよ。てかまだ言ってなかったんだ、自分の体質のこと。バラすなよ。基本強引なくせにたまに変に臆病になるよね。アルファってみんなそうなの？ごめん遮っちゃって。聞いちゃまずいみたいだから僕帰るね。やっぱり国峰には佐伯の方が釣り合うな。待って、鈴谷にも関係あるから話すよ、俺と真宙のこと。僕だけのアルファ。どうした？大丈夫？歩ける？無理なら俺が担いで保健室まで。やめろ！触れな！うわあ！国見ね。もう良くなったのか？うん、一週間も休んだから扉閉めて。あ、うん。こないだはごめん、ヒート初めてだったから余裕なくて。ベータはオメガのフェロモンに影響されないって忘れてた。ベータ？ん？ベータだろお前。え、俺アルファだよ。ん？ん？なんで嘘つくの？はあ？嘘じゃねえって。俺フェロモンに反応しない体質なんだよ。それってベータじゃん、何言ってんの？バースはアルファなんだよ。ふーん、アルファなのに変わってるね。別にいいんだよ変わってて。この体質だからお前を助けられたんだからな。それは感謝してる。それに俺はたった一人運命の相手のフェロモンに反応できたらいいんだよ。意外とロマンチストなんだ。
モテるのに。いいだろ別に、夢見たって。まあでもいつか会えるんじゃない。アルファとつがいになりたいオメガは多いだろうし。そうだよな。なんか出会える気がしてきた。単純だな。はあ？早く見つかるもんなんだ。オメガってこんないい匂いするの？それ俺に聞かれてもわかんないけど。てか、なんで真宙にしか反応してないわけ？フェロモン出てるなら他のアルファも反応するはずでしょ？確かに。何にせよ、よかったじゃん。見つかって。信じられないかもしれないけど、マヒロはスズヤのフェロモンにだけ反応するんだよ。なんだよそれ、僕にだけ反応する。確かに入学式の日は発情期の終わりかけだからフェロモン出ててもおかしくないけど。スズ、なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。言ってくれたら僕だって。言おうと思ったよ。フェロモン出ない体質って聞いて、スズヤも俺だけを引きつけられるんだと思ってたのに、他のアルファに襲われてるし。それは告白してちゃんと付き合ってたつもりだったのに好きじゃないとか言うし。それを俺はずっとスズヤのことを考えてるのに。いやそれ、真宙が勝手にスズヤのこと振り回してただけでしょ。仕方ないだろ、俺だってこんなこと初めてでどうすればいいか分かんないんだよ。でも俺はスズヤのことめちゃくちゃ好きなんだよ。じゃ、俺帰るわ。バイバイ。俺、諦めないから。スズヤに好きになってもらうように、頑張るから。だけど本当に僕なんかでいいのだろうか。スズヤ、うわあ！ビビりすぎだろ。探してんのこれだろ。ありがとう。昨日は急にごめん。いいよ別に、言いたいことは言えたから。なんで離れるんだよ。いや、そのなんだよ。国峰なら来ねえぞ。ほら。あ、国峰、また女子に呼び出されたんだろう。国峰ってモテるのに告白いつも断るんだよな。もし初めから他のオメガのフェロモンに反応できたら、国峰はどうしてたんだろう。お前ってさ、なんでそんな勉強してんの？えっと
そんな大した理由じゃないけど、オメガって就職に不利だから、オメガでもできるだけ働きやすい会社に勤めたいからかな。お前はアルファ捕まえて結婚するってタイプじゃなさそうだもんな。本当は他にも理由があったんだけど、やっぱりオメガならあの女の子みたいに可愛い方が魅力的だよね。そうか、あんなのどうせアルファ目当てだし、好みの問題じゃね。国峰のことは知らんが、俺は性別や容姿で判断したりしない。高坂君って全然アルファっぽくないよね。もっと偉そうな感じの人だと思ってた。はあ、お前それアルファに対する偏見だからな。冗談だよ。お前それわざとやってるだろ。スズヤ、よかった、まだいた。もう帰るところ？うん。どうしよう、まともに顔が見れない。よかったら一緒に帰らない？いいけど、二人きりはちょっと気まずい。お疲れ。頼みの綱が。ダメ？うん、全然大丈夫。やった！え、なんで国峰くんが鈴谷と？佐伯くんが一人で帰っちゃったし。そのくらいもしかして。やっぱり変だよな。でも国峰はそんなこと気にしないし。ダメだ、これじゃ何も変わらない。国峰ん？あの、明日もその一緒に。あれ大丈夫なの？あれ見て、大丈夫くない？近づかないで。あの子発情期だ。僕だけのアルファ。悪い。鈴谷、先帰っててくれ。国峰、待って。国峰、ついてくるな。ごめん、違うんだ。その頼むから今はほっといてくれ。ごめん。国峰、多分あの子のフェロモンに反応してた。鈴谷、スマホ見た？真宙が鈴谷から返事ないってうるさいんだけど。ごめん、なんか見るのが怖くて。
昨日のこと聞いたけど、今日は朝から病院行って午後から来るって。そう、佐伯は何も思わないの？佐伯はオメガだから。もし国峰が、鈴谷って真宙のこと好きだよね。好きだから心配なんだろ。大丈夫だよ。あ、返事してあげてね。大丈夫？あれが本当に？鈴谷、何してんだこんなところで。いや、別に何も。ん？ああ。あ、あ、そういや、昨日お前のクラスの近くで騒ぎがあっただろう。発情したオメガがいたらしいけど。あの、なんだよ急に大声出して。いや、あの、アルファにとって発情期のオメガってどんな感じなの？はあ？なんでそんな質問すんだよ。ごめん、答えたくなかったらいいから。そりゃもうたまんねえよ。頭じゃダメだって分かってても体が言うことを聞かねえ。とにかくそいつをやり、そいつが欲しくなる。何真面目に答えてんだ俺は。あ、鈴谷、やっぱり大丈夫じゃない。お前、国峰と何かあったのか？に、いえ、言いたくない。いいから言え。香坂くんが気にするようなことじゃない。なの、お前が決めんなよ。俺はお前が、あっ、いってスズヤに何したんだよ。は？何泣かせてんだよ。好きなんだったら大事にしてやれよ。スズヤもこんな奴のどこがいいんだよ。しょうがないだろ。今さら好きだって気づいたんだから。ミミネ、体質変わったんだろう。他のオメガの方がいいなら、なんで僕のところに。いいわけないだろバカ。不安にさせてごめん。昨日のは、ああするしか
なかったというか。はっきりしろ。とりあえず発散しなきゃと思って早くあの場から離れたかったんだよ。自分でもなんで反応したのか分かんなくてパニックってたし、それに見せたくなかったから。鈴谷以外に反応したところ。じゃあ本当に体質。うん。あと昨日鈴谷を襲いたいと思っちゃって。はあ？でもダメだろ。俺ちゃんと頑張るって決めたのに、また失敗するわけにはいかないだろ。またっていうか好きだから。鈴谷がいい。鈴谷は俺のこと好きになってくれたの。好き、好きだよ。だからクニミネは僕だけのアルファじゃないと嫌だ。じゃあ俺とつがいになろう。ちょっと待て、お前と鈴谷が良くても俺は認めない。お前の意見は聞いてない。次泣かせたら許さねえからな。そりゃどう思う。じゃあ行こっか。どこに。俺んち、二人でイチャイチャしに。死ぬ。入って。うん。ここでイチャイチャするのか。俺ちょっとダメかと思った。昨日から連絡してんのに全然返事返ってこないし。ごめん、見るの怖くて。鈴谷と香坂ができてんのかと。香坂くんは友達だから。かわいそうな香坂。鈴谷。いいの。つがい。やっぱり鈴谷が一番いい匂いがする。ダメだ、そんなこと言われると。くっ、で、首噛んで。嬉しくてつい。なんかへこんでない？がっつきついた。今日は一日中取り乱してたなと思って反省中。よかったのかな、つがい。何言ってんだよ、離れるつもりなんかないよ。ずっと何があっても
鈴谷は。僕も国峰と同じ。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。僕だけのアルファは全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。